皆様こんにちは、渡辺幹事役の市村正親です。皆さんこんにちは、渡辺幹事役の香川武史です。うん、あの舞台、自分の舞台見れないけども、うん、あ、そうだね、ダブルだとそう、ね、お互いにこう見れるから ね、 そうね、それはやっぱり面白いな。そ、ね、うん、それはあの、うん、見れるってのは嬉しいね。うん、でまあ武史さんは俺とあんまりその俳優と人の質も違うから、違ったまた感じもできるだろうし、うんうん、ああなるほどな、俺にはあれは出せないなとか、ああでも武史にはこっちの部分は出せないだろうなとかって、うん、両方そういうことあるからね。そういう意味でこう何ていうかな、俺たち自身も楽しめるって感じなのかな。そうね、そうね、ね、うんうん、我々の歌うのはほとんどバラードなんだよね。そう、僕らはね、うんうん、でも、うん、あの若い人たちは結構ポップな感じだね、うんうん、そうだね、曲も多いし、うん、それとやっぱりジェイソンさんっていうのはやっぱり、うん、すごい才能だね。あっという間にこう、うん、曲をね作ってしまうという、うんうん、その辺の才能もやっぱすごいなと思いますね。なんかブロードウェイの、うん、例えばまあキャバレーだとか、なんか、やっぱりいろんなミュージカルありますよね。シカゴだとか、だからいろんなものの要素がこうふっと入ったりして、うん、あの組長の歌なんて面白いよね。まあ面白いね。ねえ、なんか非常に盛り上がって、うん、組長ってのはヤクザの組長の、うんうん、が出てくるんですけど、ね、うんうん、まあ我々のはバラードで、うん、割と生きる力に向かっていく曲が多いんで、うん、まあ、子供の若い頃を思い出したりとかね、うん、公園作りに行くためのステップの曲があったりとかね、うん、まあ、8月からの稽古が楽しみな感じで、まあ、時間あるんだからゆっくりね、うん、曲入れてやれるかなって感じがね、うんうん、あとやっぱりその幹事の持ってる思いをね、うん、表現するという、うん、これ、まあ、あのちょっと難しくて、うん、歌い上げてしまうとつまんなくなってしまうんじゃないかとか、うんうんうん、やっぱりそういうことっていうのはミュージカルにはよくあるんで、うんうん、あのですから一番大事なのはやっぱり内面ですからね、うん、その内面をいかにミュージカルで表現できるかなという、これも一つまた新しい挑戦かなというふうにも思いますね。見どころ、見どころはですね、やっぱり日本のその黒澤明さんというまあ名監督がおとりになったものを日本人の手、まあ、もちろんあの作曲のねジェイソンさんはアメリカ人ですけれども、あの日本からこう発信する、ミュージカルとして発信するという、そのこと自体がもう非常に面白いことで、あのですからあの出来上がりはどうなるか分かりませんけれども、まあ、それももちろん面白くなるしようと思ってやるんですけれども、あのそういうこと自体が日本から発信するということ自体がもう今一番面白いことですね、うんうん、そう、今も武史が言ったように、この生きるってのは日本から生まれたもう作品なんだけども、それがまあジェイソンさんとの音楽が入ったことによって、非常にこのちょっとなんていうかな、このレベルの高いミュージカルになるかなっていう感じはしてますね。うん、でまあ、日本初演ということもあって、結構外国の方たちも黒沢さんの映画ってのはもう有名ですからね、外国のスタッフさんたちもかなりこの好奇心とか興味を持っているっていうようなことも聞いてますので、まあ、いろんな方が見に来るだろうなと思うんで、それに負けないようにね、いい作品にしたいなと思ってます。うん、はい。